せーの、明けましておめでとうございます。ラジオ英会話ハートでつかめ英語の極意、講師の大西ひろとです。秋のローザです。 Hi, I'm David Evans. Happy New Year, everyone. さあ、このですね、ビデオが流れ始めるのはもう12月から流れ始めるわけですけれども、まあ、1月号ということですね、新年のご挨拶から始めていただくことにしました。さあ、お二人は新年の目標みたいなものって何かありますかね？そうね、私は、もうちょっと馬に乗る時間、馬と接する時間を増やしたいなと思ってます。馬系ですね。デビットさんは？僕はですね、まあ、単純ですよ。日本のアニメを見たりゲームをしたりしたいですね。そのまんまですね。アニメとかゲームをります。はい、お二人ちょっとお伺いしたいんですが、まあ、お二人はですね、基本的に好きなことに没頭していきたいと、そういう一年にしたいというお話だったんですけれども、何々が好きって、英語でどんな表現がありますかね？例えば、I'm into riding horses とか、I'm fond of horses とか。なるほど。into というのは、何々のめり込んでいる、そこから夢中になっている、熱中しているというですね、そういう感情を表すというわけですね。うん、はい、そして fond of という表現が出てきましたね。なんかその温かい雰囲気、流れるですね、いい表現だと思います。デビッドさんはどんな風に表しますかね、好きです。あ、僕だったら I enjoy watching anime、I enjoy playing video games。 なるほど、好きという感情は楽しみますという表現を使っても表すことができるんだというわけですね。さあ、今月のテーマは感情表現です。さあ、好き、あるいは嫌い、あるいは嬉しい、さらには、がっかり、まあ、いろんなに、感情がですね、私たちにはあって、それを伝えなくてはいけないわけですけれども、好き一つとってみてもですね、さまざまな言い方があるわけです。例えば、私ね、ペケペケに目がないんですよとかですね、まあ、そうした言い方もあるんですね。まあ、そうしたですね、さまざまな言い方、繊細な言い方を含めてで、それぞれの感情表現をうまくできるようにしていく、それが今月の目標になるわけです。あ、そういえば先生の目標は？まあ、この年で目標っていう目標はないんですけどね。まあ、まあ、強いて言えば、僕が僕らしくあるということですかね。なんか分かるような、分からないような、まあ、僕らしくコメディアンの技術を磨いていくとかね。コメディアンの腕を上げるっていうことですか？はい、やっぱりコメディアンだったんですね。というわけで、今月、そして今年もですね、しっかりと皆さんと一緒に英語を勉強していきます。よろしくお願いいたします。というわけで皆さん、どうもよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。バイ。これからはじゃあもうつまらないギャグなしっていうことで。よりつまらなくなるってことだよ。ちゃんと。そうだね。